はい、皆様どうも、マフロです。それでは、セキロですね。ちょっとかなり久しぶりになっちゃったんでね、忘れておりました、名前まで。はい、というのもね、引っ越しをしたんですけども、その作業でね、もう必死だったので、ちょっとね、ゲームのアップ自体がほとんどできてない状態だった。まあ、それでもやっぱ操作はそこまで忘れてないんですね。誰だあんた。種ならしがなければあの幻術は破れぬぞ。そう、ちょっとこちらのボスがね、気になるということなので、このざまよ、ちょっと挑戦だけまずしてみようかと。平田は姉妹じゃ、母だけでも逃がさねば。まず引っ越しの方はね、ちょっとだけ落ち着きましたので、また動画のアップをやっていこうと思います。さあ、どんなボスでしょうか。父上、これ若だよね。少女よ、みんなどこへ行ったんだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。王朝と言ってください。そなたはなすべきことなすのです。わかりました。こやつか、おちょうどって言ってた。くせ者っぽいよね。さて、やろうか、せがれどの。やばそう。飛ばされる。何がやり方な、結構多くない、結構やりたいな。ガードも外せないの。あ、違う。あ、なんでまた変わってんの。ちょっと待って待って。油とかいらないんだよ。あぶねえ。ああ、今の攻撃は何だ。
まだ半分も減ってないな。1回目だっていうのに。あの攻撃痛いな。まだまだ濃いよ。こういうタイプはでもあれだよね、一回印刷してあれ減らしたら急にパワーアップするタイプだよね、きっと。あ、間違えた、こっちも間違えた。あー、うち余計な体力を。もういっか、練習練習。とりあえずガードは常に外せないな。あれ、攻撃態勢になってない、なんで。手裏剣で落とせる。これは危ない。飛んだら手裏剣で落として、余計なことするのかな。投げてくんの。あ、そんな技があるのか。あれ完全に受けなきゃダメだな。ガードできなかった。そうか、移動しちゃってたか。ああ、今の見切りか。ああ、切り飛ばされた。
難しい、やっぱりね。ちなみにまだ攻略法は全く見ておりませんので。頑張ってみよう。手裏剣もっと欲しいな。上限上げればよかったな。起き上がった。あ、余計なくなった。あんなくなったらあかんやろ。あー、今のはジャンプしてか。見切りじゃなかった。早く使おうと思ったのにずれたな今。危ないになったな。なぜだ、このコントローラーがちょっとあれが甘いのか。なんで危ないになるの。この一匹邪魔だよな。なんでこいつがいるんだよ。まっすぐ再挑戦できるのはまだいい。もうちょっと短くしてほしいな、通路。避けなくなった。ああ、受けなくった。やばい、ああ。あれは避けなきゃダメか。
危険って出たらもう避けなきゃいけない。見切りではできないのかな、あれ。つい丸落ちちゃったんだけど。ジャンプで避けるタイプか。あ、もう余計なことお前。焼かれてる場合じゃねえんだよ俺は。ああ、しまった。これは今回ダメだ。ああ、ははは。うわ、つった。まあ、今回ダメだったかな。まだまだ子犬よ。くそ、子犬などという、呼ぶとは。2回目までも行かない。とりあえず2回目行かないとな。冷静にこう。焦るな焦るな。今のは避けないとダメなのに攻撃に行っちゃった。空中ガードする時あるんだよ。当たんない。ちょっとちょっとちょっと画面が。やばいやばい。あー、また見切りに行っちゃった。捨てで。
あかん、条件反射でカウンター狙いに行ってしまうな。あれはジャンプ、ジャンプ覚えよう。はい、撃てお前。地上の危険はジャンプ。あーまた行っちゃった遅かった。反応した後にジャンプって言ってしまった。あれ視点がめくりみたいな感じになってる。体幹削っていった方がいいのかな、攻撃に移るより。ボコボコにする、ボコボコに殴るよりは。あいつにとどめさすとこだった見えない見えない。よし、かわしちゃう。そうか、後ろにかわすのもあるか。これでまだ半分もいってないのね。どうすればうまく削れるかな。
体力がね、これで半分以上にはなってるけど。難しい。次ラストでとりあえずいきます。難しいね。こいつ一匹がむっちゃ邪魔、ほんまに。何かい油断してた。やり直したい。完全に油断してた。やりたい。いきなり最初に食い違っちゃったから。ちょっとやる気がない今。真ん中で戦った方がいいな。端まで来るとめくられるからな。真ん中で戦うようにしよう。はいはい、すいませんね。流石出ちゃった。ああもうこの野郎、余計なことを。もういいや。地道に削った方がいいな。余計に削りに行くと余計失敗するな。ちょっと
そしてたのに当たっちまったよ。余計なことはせんと削りに専念しよう。また反応遅れるな、しょっぱなは。ああ打ち負けるのか。強引にあのゲージを削ろうとしたんだっけ。どこ行った。あ、なに、また油になってる。ダメだ。はい、今回は、ここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。